ニコニコ遊びたい。イエーイ。今日はここどちらでございましょうか。はい、大牟田市、下白川モデルにやってきました。ここは白川小学校校区で発行中の校区になります。西鉄新栄町から徒歩14分、もう歩ける圏内でございますね、はい、めちゃくちゃいい場所なんですけれども、じゃあそこを今日は案内していただけると、はい、早速中に入っていきたいと思うんですけど、はいはいはい、まず玄関が広い、はい、いつもだったら多分この玄関があるところぐらいで、そうです、多分収まってませんね。倍ぐらい広いじゃないですか。宅配ボックスとかもしご希望であれば置けますし、確かに確かに、はい、もうチャリとかベビーカーとかちょっと仮置きとかでも全然いいですよね、うん、そうですね。ありがとうございます。じゃあ早速中に入らせていただきます。はい、玄関にやってきました。ありがとうございます。はい、今回めちゃくちゃなんかかっこいいですね。こんな黒みたいなの久しぶりになんか見た気がしますけれども、これ野田の野田、はい、野田を採用し始めまして、ヒッコリーブラックっていうカラー、結構なんかツヤがなくて結構マットな黒、そうです、ね、このトッツーの部分も黒なんで結構統一感がありますね、はい、開けても大丈夫ですか。大丈夫です。なんか丸いところがあるんで調整できますよね、はい、で合計で大体40足ぐらい、おお、はい、めちゃくちゃ入るじゃないですか、はい、大容量です。で鏡もついてますからね、見出しのチェックとできます。じゃあお邪魔します。中もめちゃくちゃかっこいいですね。そうなんですよ。え、これなんていうスタイルですか。これはナチュラルヴィンテージ、だからかっこいいんだけど、はい、ちょっと優しさもあるじゃないけど、そうです、うん、シンプルの中にちょっとヴィンテージ要素が入ったものを取り入れるっていうのがこのスタイルの特徴になります。お、確かにこの辺の結構ガチガチにかっこいいやつですね。かっこいいこのスタイルは、うん、トレンドがあんまりないスタイルになるので飽きのこないデザインになります。結構広く感じますけど、何畳ですか。はい、LDK が18畳になります。めちゃくちゃ広いですね。かなり広々 LDK です。こうやってダイニング置いてもソファー置いてもこれだけの余裕が。そうなんですよ。でもう4人はもちろん5人6人いても全然十分な広さになってますよね、うん、はい。あ、キッチンなんかめちゃくちゃ可愛いですね。そうなんですよ。ナチュラルヴィンテージということで木目のはい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 、ホットボードと合わせたデザインになってます。なんか木が本当に本物みたい、うん、リアルですよね、うんうん、もう木みたい。これすごい人気の色なの。色です。温かみがあるしおしゃれだしね。このキッチンがタカラスタンダードを使ってます、うん、はいはい、タカラさんの特徴がホーローパネルになります、うん、ありますね、はい、ガラスと金属が合わせ持った素材になっていて、両方の良さがある素材になります。なるほど。はい、言ってたこの磁石でひっつくってやつね。そうです。ここにも貼れる。つきます。なんならここにも貼れる。ここにも貼れるってことですか。貼れます。わお。貼り放題でございますね。そうです。なんとここにも。なんでここもホーロー製になってるんですよ。うんうん、はい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 。でお掃除が簡単に。あ、そうなんだ。つるんと。つるんと。あ、じゃあちょっと拭いただけで汚れが落ちると。そうです。なるほど。トップボードも収納力は抜群で、キッチンと合わせられるのがいいですよね。デザインね。そうなんですよ。それが宝さんの特徴になります。洗面所にやってきました。ありがとうございます。はい、やっぱ綺麗ですね。綺麗ですね。洗面所。はい。宝スタンダードですね。結構なんかこの縁結構奥行きがありますよね。そうですね。もう広々ここも深さがあるので、うん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 。バケツとかも置けますし。なるほど。はい、まず外側にコンセントも一口あって、ありがてー、はい、アプリ入ります。すごい、中にもコンセントがあります。ありますね。はい、でそのまま繋がってお風呂に。おー、清潔感がありますね。あります。このお風呂も同じく宝さんですか。そうです。アクセントパネルもちょっとベージュ系なので、うん、落ち着くような雰囲気になってます。うん、温かみのある。ありますね。ございますね。はい、お風呂も4面マグネットがついて放浪性なのでシャンプーとかマグネット式があると思うんですけど、それもつきます。追加で設定ができるということですよね、はい、足りないなと思ったら。そうです。こちらはベンチ付きの浴槽になります。節水にもなりますし、うんうんうん、ベンチ付きなので半身浴とかにも使えますし、うんうんうん、お子様をお風呂に入れるときに、ね、はい、うんうんうん、見やすくなっているので一番人気です。浴室暖房乾燥機がありがたい。もう梅雨時期にもうすぐ入ってくるので本当に嬉しい。冬とかもちょっと先につけとけばあったかくなるということですね。そうですね。ありがとうございます。年中使えると、うん、続いてがトイレです。はい、ありがとうございます。トイレがこちらです。はい、かわいい、はい、うんうんうん、下はもう大人気のヘリンボン調でわお、アクセントでちょっとレンガっぽいようなかっこいい壁紙を使っております、うんうんうん、なるほど、はい、照明もかっこいいね。コーディネーターさんが
選択されているのでかなりおしゃれな仕様です。細部までこだわってらっしゃると、はい、トイレは節水になります。ありがたいですございますね、はい、こちらに階段下収納があります。おお、めちゃくちゃ奥行きあるじゃないですか。こんな感じで、はい、広いです。1畳分収納があります。だってここ掃除機置いたりとか洗剤とかストック品そうです、ね、バリバリ置けるということですよね、はい、リビング、トイレ、洗面の道具全部ここに置いちゃえば最短距離で行けるということですからね。はい、はい、ありがとうございます。2階行きたいと思います。お願いします。よし、2階が、はいはい、私はこちらのトイレです。1階と同じトイレがおしゃれですね。奥側がちょっと濃い緑、かっこいいですね。床のクッションフロアの緑とちょっと合わせて、うんうん、リンクしていると、はい、ではこちら寝室です。おー、めちゃくちゃ広くないですか。こちらが8畳になります。壁紙はベージュ系を使ってるので、うんうん、おしゃれな、ほんとね、ちょっと落ち着き感のある、はい、おしゃれな感じですね、はい、カーテンとかもちょっと落ち着いた感じなのかな。そうですね、このカーテンレールもちょっとブラックを使って、うんうん、おー、ほんとだ、はい、まとまり感がありますね、はい、気になるんですけれども、めっちゃ広い。そうです、ウォークインクローゼットがあります。わー、3畳って書いてあります。そうなんです。嬉しいですよね、この広さは。で、相当な服かけられますよ、これだけで。もう1年分ぐらい。そうだよね、もう畳まなくていいってことですね。楽ですよね。上にもこう棚がありますし、窓もついてますしね、はい、明るい。そうです。続いてが、うん、洋室です。おー、はい、ちょっといつもより広い気がするですね、うん、5.25 畳になります。収納がついてて、こちらもオープンで、もうもうもう取り出しやすいですもんね、はい、パッ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 と、もうすぐ分かる。でなんか結構奥行きもあるんで、そうですね、めちゃくちゃ便利ですよね、はい、かつここもちょっとくぼみが、そうなんですよ、なんか勉強机とかちょっと角に置きたい。なるほどなるほど、はい、いらっしゃいますので、うん、逆に壁側に向かってやるから結構集中できるかもしれないよね、勉強とか。自分の空間っていうのを作るんで、うんうんうん、私もここ好きなんです。いいですよね、ここね、逆に、うん、ここと同じ畳数のお部屋がもう一つお隣にあります。かっこよかったですね、全体的に ね、雰囲気もかっこよく仕上がってるので、うんうんうん、老若にゃんにゅ問わず問わず、みんな大好きな感じの家じゃないかなと。私も個人的に緑が好きなので、うんうんうん、アクセントで緑がたくさん使われているので、私もお気に入りのお家になります。だって服も今日緑ですからね。あ、そうです。かなりのビビッドなスタイルを見てない、はい、決めてきましたからね、はい、やっぱ気になるのは価格かなと思うんですけれども、ね、なんと2,350万円。わー、かなりお安いですよね。そうなんですよ、この私でも安いっていうのが分かります。月々に換算すると40年支払い、うんうん、でもう5万円台で、わお、え、アパートより安くないですか。安い、え、安いです。駐車場も結構広かったんですけど、す、気になる方はっていうことですね。気になる方はぜひ YouTube の概要欄、 YouTube の概要欄ビビッと見たということでございますので、はい、ぜひぜひあのご予約お待ちしております、はい、以上、ニコニコ遊びたいでした。バイバーイ。バイバーイ。